梶田、隆明、東大教授に、ノーベル物理学賞、素粒子ニュートリノの質量発見。スウェーデン王立科学アカデミーは、6日、2015年のノーベル物理学賞を、東京大宇宙線研究所の、梶田隆明教授、56歳、と、カナダ、クイーンズ大の、アーサー、マクドナルド名誉教授、72歳、に、授与すると発表した。素粒子ニュートリノに質量があることを発見し、物質や宇宙の謎に迫る素粒子研究を発展させた功績が評価された。日本のノーベル賞受賞は、5日に医学、生理学賞の受賞が決まった。大村聡氏に続き計24人。物理学賞は、昨年の赤崎勇、天野博士、中村修二の3氏に次いで2年連続の受賞で、計11人となった。ニュートリノは、物質を構成する最小単位である素粒子の一つで、質量の有無をめぐる議論が、半世紀にわたって続いてきた。梶田氏は2002年にノーベル物理学賞を受賞した。小芝、正俊氏に指示、ニュートリノに質量があることを、観測で突き止め、素粒子研究の進展に大きく貢献した。東大助教授だった梶田氏は、岐阜県飛騨市神岡町の地下鉱山跡にある、ニュートリノ観測施設、スーパー神岡で、大気中で発生する、大気ニュートリノを観測。平成10年、1998年、ニュートリノが質量を持つことの証拠になる、振動現象を発見した。ニュートリノは計算種類あり、飛行中に別の種類に、変身する性質がある。これは振動現象と呼ばれ、ニュートリノに質量がある場合だけに起きる。1970年代に構築され、素粒子物理学の土台となった標準理論では、ニュートリノは質量を持たないとされてきた。梶田氏らの観測は、これを書き換える歴史的な発見となり、物質や宇宙の根源を探る研究に多大な影響を与えた。スーパー神岡では、小芝氏が超新星爆発に伴うニュートリノを観測した神岡での後継施設。梶田氏は昭和63年、神岡で観測した大気ニュートリノの数が理論値より少ないことを発表。さらに原因を究明し、日本が得意とするニュートリノ研究を大きく発展させた。受賞式は、12月10日にストックホルムで行われ、賞金計800万スウェーデンクローナ、約1億1500万円が贈られる。梶田、隆明、東大教授にノーベル物理学賞、素粒子ニュートリノの質量発見、というニュースでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録を忘れずに。